皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。7人組グループトラビスジャパンが二十が21日発売のファッション雑誌、キャンキャン、11月号特別版、小学館に初登場する。写真、台北でも大歓声。ワールドツアーをスタートさせたトラジャ。今月からアジアアメリカを回るワールドツアー中のトラビスジャパン 9月号では松田玄太がソロで登場したほか、7月に宮近海け×中村海とのキャンキャンナイトプールでのダンス動画が話題になった。そして今回ついにグループで初拍子を飾った。インタビューページは様々な角度から7人を深掘り。ソロインタビューでは、最近のトラジャはどんな感じ改めて感じるトラジャの強みを教えて、などグループに関する話から、 11月号の大特集「きれいめコーデ」にちなんで「きれいだと思う女性の特徴」など気になる Q&A を掲載している3組に分かれたユニットインタビューでは川島ノエル×締めかけ竜や松田×松倉海人×宮近吉沢志津谷×中村の組み合わせでケミトークを繰り広げるさらにファンへ7人からのクイズチャレンジでは最近 困った時に出てくる松田源太の口癖は「吉澤スイーテストチューン」の一番最後の振り向く時のカウントは何でしょう「松田」など難易度は様々。計12ページにわたる特集にはつやつや素材の両面ピンナップも収録ライブ中にファンからよくオーダーされるポーズをテーマに愛嬌たっぷりなファンサービスと7人揃ってのキメカットどちらも届ける その他、ずっと一緒にいるメンバー同士だからこそ知っているオフの顔を暴露する、タレコミページや、それぞれのキャラクターの違いが一目でわかる早見表など、特集は読み応え抜群。トラジャー愛が深まる12ページとなっている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。